伊藤恵氏は、日本の合唱指揮者、詩人、作詞家。作詞、作詞活動をする際は、みな月きみのりのペンネームを使用している。京都府合唱連盟理事、日本合唱指揮者協会会員。アルティ声楽アンサンブルフェスティバル実行委員長、コーラスメッセ代表。京都府京都市生まれ。父は、老舎者の権利獲得、手話通訳の普及に尽力した。 東教育者の伊藤俊介。京都府立佐賀の高等学校を経て、同志社大学経済学部へ進学。同志社グリーンクラブに、在団中、本番の直前に恩師とも言える指揮者、福永洋一郎が急死その後を継ごうと決心し、指揮者の道を歩む。1990年に同志社大学を卒業後、母校に勤務する傍ら、 関西を中心に合唱指揮者として活動することになる。1990年に、淀川ガワが師匠団の指揮者に就任。1993年に、何はコラリアーズを創設し、以後全日本合唱コンクール全国大会において1999年から2008年まで10年連続金賞、うち3回で最高賞である文部科学大臣、奨励賞を受賞した。 その他、合唱団武道の木、アンサンブルワインなど、多数の合唱団を創設して、指導にあたるほか、同志社グリーンクラブ、混声合唱団名古屋大学、コールグランツェなど、多数の大学合唱団の指導や、客演式を行っている。合唱指揮者として活躍する一方で、2009年頃より本格的に作詞活動を開始。多くは、合唱曲の歌手として、 松下幸、高島みどり、千原秀樹、信長厚富などの作曲家により合唱曲が多数作られている。当初は、みなずきみのりという名前以外の情報は公表せずに、正体を隠していたが、ハンナにおいて自身のペンネームがみなずきみのりであることを公表した。同志社グリーの学生指揮者として、真っ先に取り上げた曲は、田田た彦、中かんの詩から。 これは伊藤が中勘介の作品、銀のサジを愛読していたことによる。中勘介の繊細な史上はそのまま伊藤の音楽の繊細さにつながる。ただと伊藤は年齢は離れているものの京都の大学にて男性合唱団で活動する大学卒業後はサラリーマンと並行して音楽活動を行う若き日に映画監督を志した経験を持つといった 共通点があり、また、ただの裁判年の作品、狂楽の指揮は、伊藤の詩による。一方、何はコラリアーズの創設後は、ともすれば、確一的で工夫のないように見えた、男性が紹介を活性化させようと、あまり開拓されていなかった海外の現代曲を、中心に取り組んだ。その評価は、何はコラリアーズの10年連続金賞という結果が、示す通り、 全国の合唱団のレパートリーの拡大につながっている。ありがとうございます。